クアラルンプール国際空港に駐機するボーイング767、西安 MA60 の客室ハラレヨハネスブルグ間の機内職。エアジンバブエは、ジンバブエのハラレにある国営航空会社。アフリカ南部を中心にアジアやヨーロッパに路線を伸ばしている。ハブ空港は、ハラレ国際空港。エアジンバブエは、ローデシア共和国時代の1967年9月1日に、 中央アフリカ航空が解散したのに伴い、エアローデシアとして設立された。1979年6月に、エアジンバブエローデシアと解消されたが、翌1980年に、ジンバブエ共和国の建国に伴い4月1日に、再びエアジンバブエに解消し、4月2日からは、エアジンバブエとして、初の路線を、ロンドンのガドウィック空港に就航させた。 1983年には貨物航空会社のアフレットエアを買収している。当初はボーイング707やボーイング720を使用していたが1980年代からは近距離線を中心にボーイング737が導入され始め70、707で運航されていた長距離線も1990年代前半からは707からボーイング767へ徐々に置き換えられていった。 また1980年代に空軍から BAE-146 が提供されているが、現在はほとんど使用されておらず、1995年にリースしたポッカー50もジンバブエの気候に合わずに返却されている。現在は中国製航空機の MA-60 を近距離戦に導入したりロシアのいる -96 を注文したりと新しい機材の導入を行っている。 2003年には財政難に陥ったとも伝えられたが、2004年11月にシンガポール経由で週2便の北京線を開設した。しかし2005年度の旅客数が1999年度の100万人から23万人に激減しており、最高責任者のオスカー・マドンウェイはこれを、ジンバブレイの正常不安や治安問題、燃料や新しい機材の不足、 インフレーションなどが原因と考えられるとしている。また、英国航空が、ハラレ国際空港での燃料の供給状態が不安定なことからハラレ直行便を休止することを受けて2007年10月より、ガトイック直行便を増便した。しかしながら2012年2月24日に、財政難を理由に運航を停止した。なお、一時期は、チャーター便などで、 日本の東京国際空港や仙台空港、中部国際空港などにも飛来した。その際の機種はボーイング767が中心であった。2008年12月時点での機体の平均年齢は20年6ヶ月である。ありがとうございます。